はい、お疲れ様です。山です。2を続きやっていきます。じゃあ地下をね、いろいろ沢山城ね、見ていきましょう。で、鍵を手に入れたから、牢屋の鍵ね、これ使っていろいろ見ていきますってことだから、まあね、見ていきましょうと。あららら、おお、来るんやった。林危ないから。ああ。はい。ああ。オッケー。で。はい。強化版。何？危ない。はい。OK。さあ。うわ、やばいね。気になるよね。で、この人じゃない。スライムが多いね。なんだろうね。はい、だっけか。で、カーマインティーチャー。カーマインってなんだ？なんとか先生。はい。まあ、カーマインは色だって。濃い赤色ね。ちょっと黒みがかってんのかな？みたいですけどね。赤い先生？怖い。何これ？ホラー見て。あ。おー。で、これどこに繋がってんのか、みたいな、話なんだけど、よく来たことあるけど、なんかもう、わかんなくなってくるんだよね、こうなると。いや、来てないのかなぁ。鬼。いやー、来たな、ここ。ん？危ない危ない。ちょっと待って、来たんじゃない？これ。この鬼が2体捕まってんの見たもんね、どっかで。最初の方で来たね、これ。どうだっけ？こっから登ってきて、で、ここ2人をつくもで倒したんだよね。で、まあそこの、なんだ。あの、あ？俺はずるくない？まあ、でも、こだまちゃん助けなきゃいけないもんね。狙える。めちゃめちゃ動くな。ちょっと難しいな。ほら。なんとか。オッケーオッケー、余裕。はい。さあ、こだまちゃんをね。うん、石田正宗。はい。で、どっかに繋がったんだけど。んー、
どこだっけな、ここ。あら。ああ、わかったわかった。最初のとこだ。ただ、ここ用ないよな。あったっけ、なんか。ま、どこ行ったらいいかわかんなくなった。あれ？はい。ね、この一つ目王鬼がいたとこ。そこに大砲持った敵がいてっていう。で、まあ、ここで監視のね、鍵を手に入れたとこで、ここにね、行く道があったんで、まあ、そんな、実は短いかもしんない。行けそうなんでね。いや、これ、すぐ終わるわ。あー、小玉ちゃん。こんなとこに。あ、これか。え、こんなとこあったっけ？ちょっと待てよ。ちょっと待て、こんなとこあったっけ？え？気づいてなかっただけかな。まあ、こっからはわかんないか。まあ、この、ヘビのね、この道みたいなとこがあって、一回その落石、違うなんだ。転がる大玉で潰されたんですけど、この脇道ありましたね。で、音楽が違う。これなんかあるな。ん？これは匂うぞ。え、ちょっと待って。セーブしたいんだけど。必要ないか。このね、蛇の道から。いやー、関係、まだかな。いや、ボスっぽい感じするからね、セーブ一旦したいなと思ったんだけど。まだっすね、じゃあ多分。進んでみようか。いや、匂うよ、これ。大丈夫？臭そう。扉左。右やばいね。あー、壊すやつか。オッケー。大砲でね。ドン。OK でーす。あ、いた。一匹だけかな。危ない。奥すごいことなってんな。危ない。なんかすごいね。あそこが目的地みたいだけど。すごい。開きますと。え？なんだここ。こっちも行けるもんね。あ、行けないんだ。大砲もね、そんな、弾が余裕あるわけじゃないもんな。一回直接攻撃してみる？多分敵湧くんでしょうけどもね。湧かないわ。ん？あ、回復するだけか。おーおお。自衛用のあれを出してきたね。危ない危ない。待て待て待て。一つ目が。一つ目が。危ない。待て待て。俺は壊す。壊したい。じゃ、もう行こう。はい。なんだ？あら？強いな、あんた。
はい。あ、ヤシロがこんなとこに。危ないよ。まあだから遠距離で壊さなくても別に良かったんだ。いよいよなんかこう、ケリーの。迫ってきてる感じはしますね。で、ここあれ分かんなくなってきた。どっから来たんだっけ俺。開かない。ん？こっちから来たんだよね。で、雲。場所ここか。の。そっから行けば早いのかな。一旦開けて。なんか変なもんぶら下がってんな。でこの奥がめっちゃ待ってるね。どうしようか。開く？開かないね。どうしようか。まあセーブしとこうか。挟んどこうか。また来るのめんどくさいしね。あ、レベル分上げられる。100万だって。すげえ溜まってんだけど。じゃあどうしようか。ギーを上げとく？ 2 つ上げられる。すげえ。はい。しよっか。とりあえずこれ25にしといて。スキルはなんか取って、とくようなもんあるかな。一応もうあれは取ってあるよね。取ったっけ俺。不安になってくるな。ああ、はい。槍。まあ無理してそのよくわかんないこうね、使うか使わない技をね、今取る必要はないと思うんだよね。だったら、ああ、面白いね。面白いね。だったら、ここのね、一番下、各武器の一番下にね、なんか、遠距離武器の攻撃力アップとか、そういうのがあるんで、こういうのに回した方がいいかなとも思うんですけどね。まあ、特にないかな。すごいな。はい、いいですわ。じゃあ行きましょう。じゃあここ行こうか。また雲を倒して。オッケー。まあ誰だろうね。あ、お前か。危ない。ああ、いや、しくった。オッケー。まあ、こいつだけじゃないもんね。よいしょっか。まあ、大砲でいくか。まあ、こいつぐらいしか使わないもんね。オッケー。で、あれは一旦置いてて、この人呼ぼうか。あ、浜屋になってる。浜屋。で、この人は、めっちゃ攻撃を入れたら、爆発してくれる。OK。
過剰パワーアップね。ふい。で、ここが開けられますと。で、こだまちゃんが裏にいますと。はい。で、こっちかな？うん。どっか行くね。あそこに爆弾野郎がいますと。なんだそれ。硬いね。おお。すげえな。さあ、この人やっちゃおうか。こっちか。はい。で、これね。おいちゃん。忍者のこのタイプか。嫌いだな、ほんと。はい。強いんだよな。鎖鎌ね。で、これでショートカット。どうしようか、もう一回セーブ挟んでもいいんだけどね。ここも。まあ、ああ、でもあいつと戦わなくていいってことか。親切だけどね。はい。じゃあちょっとセーブ挟んでいきましょうか、先に。多分ボスだと思うんだよね、もうさすがに。で、一応まあ使うかわかんないけど、はい。で、じゃあ地下にね。まあこれはもうここでしょう、ボスね。じゃあ装備だけ見直そうか。はい、じゃあやっていきましょう。で、ちょっとね、ここに来て装備がちょっと厳しくなってきてて、っていうのがね、重さは私この、ステータスで、5をね、一切上げてこなかったじゃないですか。まあ、このステータスは、その装備重量、持てるね、装備重量の上限に関わってくるんですけども、まあ、ここを一切上げてこなかったんで、まあ、重い装備はね、つけられないっていうので、まあ、別にいいかなと思ってたんですけども、ここに来てこう、全体的な重量の、重量がね、上がってるなっていう気はしてるんですよね。で、まあ、その、とりあえず、ステータスの高い装備で揃えようとしたら、まあ、中鎧とかがあったんで、まあ、それでいいかなと思って、いろいろ見てってたんですけども、結果ね、軽鎧しか装備できないっていうね。まあ、その、銅だけとか、であればね、まだ持てるんですけども、ああ、これも、もう厳しいか。まあ、これは大鎧だからあれだけど。ね、もう、銅一個つけたらもう持てな、他装備できなくなってくるもんね。だから、ちょっと厳しいなって思ってますね。ここに来てか、と思ってね。結果全部のパラメータを上げなきゃいけないってね。まあまあまあ、でもその中でもとりあえず、軽鎧で揃えてみました。まあ、ヤタガラス、マゴイチさん装備と、大谷業務さんのね、防具、つけてますね。銅と、コテット、かな？膝当て。膝だったよね、確か。忘れちゃうな。うん。はい。まあ、じゃあやっていこうか。
うわ。いかにもだね。え？あ、信長。クマ、あ、ん？金時じゃない？おお。いやでもこれは普通にいけるな。何？やめて。やべ。スーパーアーマーついてんな。相手のあれを減らして。だよね。危ない危ない危ない。とりあえず回転攻撃だけマジで注意で。でまあこのちょっと待って、刀に変えたぞお前。おーい、伸びるね。で、あら？おい、あ、変えた。勝っちゃうよもう。ほら、やべ、あ、危ねえ。勝ってた。ちょっと死ぬ間際になんかクマさんが。勝ったね。いやーでも防具はもう足りてんのかなこれで。まあいっか。漆黒の侍かな、なんだっけこの人誰。でも有名な人なんでしょうけどね。ねどうなんかな、ここまで来てもうボスを一発で倒せちゃうっていうのもなんか複雑なんだよな。まあいいや。Becoming a samurai so that I could fight for Lord Nobunaga. Who do you fight for? That spirit? I have met men who have fought, struggled, and died to create a world without war, where people and spirits can coexist in harmony.I fight for them. Lord Nobunaga told me that he would make me a true samurai someday. But he died before it could happen. It seems you have achieved it on your own. Was brought to this country in bondage, treated like property. But then, my lord Nobunaga granted me the title of samurai. But I couldn't save him.
Like the Snake Man said, I believe only my lord could rule a world as crazy as this one. But does he really want to be resurrected? An exceptional man. None can know his true feelings. アトラスベア。おお、ベア。はい。三成殿は、とつくに人と手を組み、人を鬼とする怪しき術に手を染めておった。はい。まあ、沢山城はね、地下の秘密もろともすべて破壊せねばなるまいと。大きな切れ石。いいね。まあ、その信長は、特にそういう分け隔てなく、なんかね、人種とか、能力のあるものを取り、立てたみたいな。ことは言ってたというか、まあ、そういう人なんだよね、確か。で、黒人の、その、なんていうの、部下配下っていうか、人がいたっていうのもなんか、聞いたことがあるような気がしますね。だからさほど驚きはしなかった。いや、驚いたな。驚いたっちゃ驚いたんだけど、人間のままだったよね、あれ、あの感じ。操られてるっていうよりは。で、あとは、信長の死体があったことだよね。消失したんじゃなかったっけ？まあもしかしたらその、一酸化炭素中毒かなんかで亡くなってしまった信長さんのね、遺体を、大切に保管って難しいよね。黒人の人がね、外国の人が保管してたのかもしれないしね。わかんないね。まあ、ケリーがあの世から、呼び出したのかもしれないしね。人物名鑑で、ヒント機かなと思ったんですよね。斧持ってたから。ケリー。ヤスケ。ああ、ヤスケって言うんだ。すご。刀の方がなんかすごそうなんだけど。斧だったね、武器が。はい。織田信長配下の武士と、アフリカ出身。まあ、その、奴隷として連れてこられたんでしょうね。奴隷売買の。人身売買か。まあ、その、なんだ？労働力、単純にね。っていう風に、売られてきたんでしょうね。宣教師の従者として信長と目通りした際、まあ、うちに来いよってことで。で、ちゃんとしたね、身分で、雇われて、忠誠を誓ったと。うん。ああ、まあ最初初めて見たからね、その肌の違う人っていうのを。信長はその、汚れてると思ったのかな。洗おうとしたけど、違うってので、ちゃんとね、理解したと。ああ、で、これはどうなのかな？信長の死を知るとその意外を、意外でいいのか？独断で持ち去った。この、後日本にやってきたケリーに誘われ。っていうことだよね。まあ、その、信長の遺体をこの人が保管しておいて、そこをケリーにね、言われて、渡しちゃったって感じかな。すごいよね。まあ、信長、ね、悪い、言われ方しますけど、器のデカさはやっぱ、半端なかったでしょうね。んで、守護霊。アトラスベア、すげえな。アフリカ。なんか、すごいね。相撲とかできそう。
ああ、でもそうなんだ。アフリカの守護霊なのかな、こういうのって。はい。アトラスベアの守護を得た者は、頑健な肉体と筋力に恵まれ、避難にあっても生還すると信じられている。おー、すげえな。不死身感みたいなのあるかもしれないね。ん？おー、分類、あ、ここで見れるんか。なるほど。あー、そっかそっか。分霊イベントってことか。なるほどね。いや。はい。じゃあ今回はここまでですね。じゃあ次回、信長が復活しちゃうんでしょうね。まあ、したところで多分何もないと思うんだけど、まあ、ケリーがなんかしちゃって、えらいことになるんでしょうね。復活して、さらになんかやらかすみたいな感じでしょうね。はい。ということで今回は以上です。ありがとうございました。